辻田も大森に出店することが決定いたしました。そう、初めてのプレゼント企画をここからやっていこうと、プレゼントしようと思って、それとあと作りました。お電話出しました。どうぞ。こんにちは。今日は大森駅に来てますけれども。そうなのよ、そうなのよ、今日大森に来てんのよ。で、これなんでかっていうと、やっぱ大森といえば何？バリオ大森店だよね。だけど、実はなんと我々辻田も大森に出店することが決定いたしました。まあ数とは全然あの口が逆なんだけどね。でね、 YouTube のコメントでもう清水頼りじゃないかと、大戸屋頼りじゃないかっていうことで、もうその動画ばっかり上げてるから、なんか辻田さんの自分の店もあの見てみたいとかっていうコメントが結構あったんで、今日まだ工事中なんだけど、その工事中の様子からちょっと自分の店を今度は紹介するっていうのもちょっとやってみようかなと思って、今日はね、それで来てもらったの。カズとか北口だから、でうちは東口、はい、そうちょっと見たいっていうからさ、バレはあっちなんだけどうちはあっちっていう。俺さ、自分の店の宣伝するのってあんましたくないのよ。なんでかってなんか煩わしいじゃん、はい、だ今まであんましてないんだけど、コメントいっぱい来るから、まあ、じゃあしょうがないからちょっと今日やってみようかなみたいな、そんな感じ。じゃあいつもバリオはオープン密着してるんです、うん、そうだよね、うち一回もやったことないもんね。でもやっぱりバリオのオープン動画もそうですけど、人気の企画じゃないですか。そうだよね。だからなんかこうやって工事してますよとかさ、こうやってやってますよとかっていうのをさ、ちょっと紹介したらいいかなと思ってるんだけど、はい、いいと思う？いいと思います。本当に思ってんの？思ってねえだろ。いやいや、初潜入ですからね。初だよね。確かに初だわこれ。映しちゃいけないところがあるわけでは、別に何にもないわ。何にもないけど、たまたま今までやってないだけだよね。これを駅からこっちの商店街の、そう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 、多分ねこっちの方だと思うんだよ。こっちが商店街になってますね。そうだけどさ、だってさ、俺さ自分の店紹介してたらさ、なんかさ、ただ宣伝してるだけで何も面白くないと思っちゃうの。あの俺的にはね、はい、なんか辻田が自分の店宣伝してるよっていうコメントがいっぱい来そうでさ、いやでも、いや別にそんなつもりないんだけどなみたいな感じだからさ、俺はだから思われるのが嫌でやってなかったの、はい、うん、あっちだあっちだ、まあ、ごめんごめん、あっちだあっちだ、そうそう、ここがね、なんか商店街なの。何の商店街なんだろう、俺もよく分かってないんだよね。そうそう、アーケードついてる、まあ、いい商店街でしょ。なんかここはちょっとこう、なんかこう昔ながらみたいな感じするじゃない。するでしょ。そう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 、今まだ工事中だからこれ、うん、俺工事の人にもさ行くって言ってないからさ、なんか怒られるかもしれないけど、まあ行ってみようか。お世話になります。おはようございます。よろしくお願いします。お世話になってます。ちょっとだけ YouTube やってるんで撮ってもいいですか。はい、どうぞ。すいません。あ、全然、あもう邪魔しない、こっちでやってますんで、全然こちらでやってください。すいません、申し訳ないです。これだからカウンターの、いや厨房区画でね、これが、そうそう、これが厨房区画で、まあ、これが、ここがこう、ほらカウンターがここからこう立ち上がってくるみたいな。で、ここがトイレだね。まだできてないけど、全然ここにトイレが、そうそうそう、トイレが、まあまあね。で、こんな感じ、図面はね、これ極秘事項じゃないですか。極秘事項じゃないよ、全然こんなの。株式会社 AK AK さん、 AK、これですよ、設計はここですよ。そうそうそう、秋葉原とかと似たような。そうね、まあもううちは基本的にはもう全部仕様はなるべく同じようにしてて、はい、でも物件の形とかによってちょっと多少変えていくっていうような感じなんだけど、今回はねちょっとスタッフルームがねちょっと広めにこう取れてるっていうね感じで、こんな感じになってて、ここスタッフルーム今ね広いでしょ。ストックはそんなうちないからあれだけど、まあこれくらいあったらね。あ、で一応こんな完成図はこんな感じ。おこっちでこう、やっぱ大事でしょそれ、うちみたいなこう和風のさ、はい、感じのお店だからね。これすごいですね、 CG で作ってる。そう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 、これパースって言うんだけど、はい、まあ、これは AK さんが作ってくれて、で AK さんこれ結構何枚も上げてくれるから、はい、なんていうのかな、これ内装のイメージとかつきやすいわけよ。そうそうって言ってるとまた AK の宣伝してるみたいになっちゃうから、あれなんだけど、スポンサーさんなんで宣伝しておくんじゃん。いや、そうなんだけどさ
そうそうそう、そんな感じなのよ今はね。あ、そうそう、オープンはね一応7月のね今23日の土曜日でオープン考えてるから、これでね俺やっぱ清水さんを見習って、これはもう本当清水さんに勉強させていただいたんだけど、今回は7月23日の土曜日11時オープンなんだけど、それに合わせてまずキャップね、オリジナルキャッププレゼントしようと思って、あの本当ガラガラで、もう清水さんとこと全く一緒、もうあれこの前あの勉強、殿丸屋さんの時勉強させてもらったから、はい、それとあと丼も作りました。で、丼も辻田丼、あれそれも清水さんのところをパクらせてもらって、あの金丼作りましたんで、白地に金の丼、それもプレゼント。これはラーメンですか？ラーメン丼とオリジナルキャップ、これね、うちやるの初めてだから、そう、初めてのプレゼント企画をこっからやっていこうと。3人いて、はい、わかりました。はい、あ、すいません、あともう一個、はい、もう一個、とりあえずここはでもそんな感じかな。白いの貼ってあるんですけど、これ入り口がここになる、うん、そう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 、ここはね、ここが入り口の外側の壁になるから。この壁はなくなるってことなくなんないよ。これ入り口になっちゃう。そう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 、多分なんか辻田さんに言って、うん、なんか間口もっと広くですね。だからここはまだ物件の間口ないからもうしょうがないんだよこれ。あ、わかんない、これかな入り口、これ入り口ですかね。そうです。あ、これが、そこが入り口です。あ、これがね、はい、あ、すいません。で、こっち側が、ね、引き戸がついて。そうです。あ、じゃあここだ。あれは仮、あ、仮ですよね、はい、あ知ってたけどせっかく工事屋さんもいるから工事屋さんにね説明してもらった方がいいかなと思ってですよね。はい、はい、あ、分かってました、すいません。ボケボケですね。え、ボケ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 、そう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 、そんな感じなの、いいでしょ。もういいよ、自分の店の紹介はもう。あ、じゃあすいません、お邪魔しました。ありがとうございました、失礼します、よろしくお願いします。っていうね感じかな。で、ここにほら看板を、いつもの金看板をドーンとつけて、そう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 、行こうじゃないかって。いいでしょ、なんかこう人がこうなんかさ買い物してるお母さんとかさ、はい、いろいろいて、そう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 、なんかちょっとあったかい感じがするじゃん、はい、そんなところがいいかなと思って、はい、じゃあさ、とりあえずさ、ちょっとやっぱ周辺調査大事だから、はい、ちょっとあの周辺のお店が今どれくらいこの時間で入ってるかとかちょっと見に行こうか。もう帰りたいの？あ、いや、大丈夫大丈夫帰りたそうじゃん、めんどくせえなみたいな、やめてよ。バリオンのラーメン食べれると思ったでしょ今日、大盛りだからちょうどこれからさ夕飯時になるぐらいの時間じゃん。お店決める前にすでに調査とかされてるわけ、うん、してないよ。してないんですか？うん、あんまりしないんだよ実は、そんなに。自分の店の時は、自分の店の時は、はい、匂いでわかるから、その物件の匂いで調査しなくても、はい、これ見てよ、ラーメン屋さんじゃん、これ一恵さんかな、一恵さん、味噌ラーメンかな、なんか味噌って書いてあるもんね。まだそんなに入って、まあこの時間じゃそんなには入ってないですよまだ。すごい、見て、新人賞受賞、新人賞、トライ大賞、新人賞受賞、すごいね。近いところにあるね、やば、全然知らなかった。まあこれ大丈夫でしょ、ちゃちゃほら味噌ラーメンだから、うちは味噌ラーメンじゃないから。家系まであって、ラーメン鹿島屋、やばい、これあれかな、清水系かな怒られちゃうな、清水さんに。あー、見た目が違うな、うん、でもなんかうまそうじゃない、これ、これも美味しそうだね、これね。いや、あそこにもさ、ラーメン屋さんあるんだよ、ちょっと見てみる、太郎って書いてあるよ。これ太郎って、この黄色で太郎ってことは多分二郎系じゃない、これほら、二郎インスパイアですよ。あ、近くにラーメン屋さん意外とあるね。あ、なに、まだあるの。あ、なにこれ、長尾中華そばの極煮場やってんじゃん。げ、花月が一番入ってるよ、一番入ってる、今まで回ってきた店で。へえ、すげえ、これ売れてるんちゃう、これ有名、有名な青森のラーメン屋さん、長尾さんって。俺もあの会ったこともあるし、うん、知ってる方だけど。あ、すごいね、長尾さん。うちにはそういう話来ないもんね。おお。
入ってるよ、入ってる、お客さん入ってるよ、すごいね、入って一番入ってるよカズのところ。いやよかったね、カズのところもね入っててね。なんか大森に来たら、バリオと辻田両方食べ歩ける、うん、そうだよね、大森に来たらうちも食べれてカズのところも食べるもんね。あんまないないけど、でもよくよく考えてみたらきつくない？うちも量多いし、カズのところも量多いから、なかなかの猛者じゃないとね。でもそれやってもらいたいね、うちでね、つけ麺食べてカズのところでラーメン食べて帰るっていう、それいいよね。いいと思います、うん、いい利用麺少なめあります。あ、麺少なめあるからね。そうだ、そうすれば2軒両方食えるもんね。あ、それがいいわ、大盛りラーメンツアーいいね。あ、いいじゃんいいじゃん。あ、それやってくれたら嬉しいね。ということで我々はですね、本気で10万人のですねチャンネル登録者を目指しておりますんで、ぜひですねチャンネル登録をして応援していただければと思います。ということでですね、今回は辻田大盛り店オープン前初公開でした。どうもありがとうございました。